葛飾のチン葛飾の鎮さんは今、千葉に住んでいますっ、ね、て千葉の人葉多いですね。ほお。本当だ、いや、そうですね、千葉の勝浦とか、携帯繋がらないって書いてありますからね、<ジ>もう本当そうですよ、もうやんばるよりも田舎っていう、そういう感じですよね。 でもやっぱり海綺麗ですよねあっちは。ああそうなんですね。カツははいあの磯。は砂地ですか。基本砂地なんですけどこの勝浦には磯っていうところがあってもうリーフリねね沖縄でいうこの珊瑚礁の珊瑚礁的なリーフがあってこっちはこっちでまた海水浴とか有名なんですよねはいでも基本。今日の番組始めますよはい。 時刻は10時を回りました。FM 際 79.7MHz でお届けしているのはマスターひふみの仮想ラジオバーひふみズバーです。10時台、最初のコーナーはこちら。 バッカスのこぼれ話ーこのコーナーは昔バーテンだったマスターが本当にバーテンだったのかってしっ甘くまで聞かれるのでお酒に関してのうんちくを語るコーナーですちゃんと言,て言えてなかったもう一回よこのコーナーは昔バーテンだったの本当なのかってしっ甘くまで聞か,れる聞かれるマスターがお酒に関してのうんちくを語るコーナーでございますはい言えた <laughs> <laughs> あのー稲垣さんはい 今日あのゲストでいらしてますけれども、8連の人気メニュー、一番の人気メニューは何ですかうん、これはずばり、皆様もあのツイキャスで言ってらっしゃる、梅つけ麺になります。梅つ、はい、け麺、いただきました。<laughs> さあ、梅つけ麺が超うまい本当に僕、何回も言ってるんですけど、美味しいんですよ。ながら見えないこれ外してからだ <laughs>、えー、ということで。 えー、8連の話をするとほとんどの方が8連の梅漬け麺が死においしいって答えるんですけども梅漬け麺はどうやって生まれたんですか、うん、おいい質問ですねはいえっとですね <laughs> はいまあ長らく僕もその前移転する前のお店で、はい、え最初の,のはいそうです、ね、あそこは木な 気なに四十八号沿いの山の上でひっそりとやってた時にまああのー、た,またまたまたまにはこう祭りでもやってお客さん集めようかという話でじゃあずっと限定麺作ろうかっていう時に、うん、まあ生まれたのがあの埋め付け麺なんですよね。は<ー>で、あのーまあ、限定だったので1日2日の限定だったので、はい、あのー、まあや終わりにし てたんですけども、結構リクエストが多くて、その後。この、あ、えっと。つけ麺姉ちゃんも来てたでしょはい。あれは梅つけ麺食べてましす。食べてましたね。あ、この限定の時に。あ、もうこれ、はその後です。あ、なるほど。はい、そう、だから一回やめてたんですよ。でも、そのリクエストはやっぱ多くて。まあ、それだったら、僕らもやってみようかということで。まあ、再始動したら、もう気づいたら、もうナンバーワンメニューということですね。不動のナンバーワンメニューですね。 八連、ねまあ、といえば海つけ麺。はい なってますよね、そうなんですよありがたいことに実はちゃんとしたラーメンもあるんですよ、皆さん。そうですベースはラーメン、ラーメン屋なんですつけ麺嫌だっていうでも、つけ麺でいいと思ってて、やっぱ沖縄ね、気候も暑い時期も多いので、冷たい麺をね、すするっていうので、さっぱりといただけるつけ麺の方をおすすめはしてますね、梅つけ麺のさ、酸味がちょうどいい塩梅なんですよ、あり甘さと酸味が。 だから面白いですよね、この塩味と酸味に甘みも加わって香りもあるっていう、もうなんか、ましましっていう感じのね味付けなんですけど、なんで梅だったんですかたまたまですね、なんか春の季節のもあったので、それで僕らはまあ、いいんじゃないかっていう感じではい。 じゃあ本当にもうそうですはい、自然とみたいなもうそうですねそうですねなるほどね、うん、まあ実際その時も僕はでも僕よりもその当時やってた店長さんがね、うん、あのもうキレッキレの和食職人だったんでうん、うん、もうバンババっとこうこれでいこうっていう感じで作ってくれたらっていうまあ経歴はあるんですけどなるほどはい。 はあ、ミそ煮込みスキーさん来てます、いらっしゃいます、FM ユみたいなスタジオの中には何回か入ってるけど、夜だから8年で今全くける、ね、今 <laughs>、ひるりってください、ナッティさん、きな、えー、の時は毎日並んでて、やばかったよね、本当すごかったですよね。 きなの時のあの行列になってたんじゃないですかやっぱ毎日。でもさっきも言ったように気候的な問題もあって、あれ、外で案内して、1時間とか待たせるのが、もう、そういう感じがあったので、移転する時もいろいろ考えて、今のああいうちょっと広めの店舗で、中も空調が効いてっていう店舗いあですよね いいですか、ね、駐車場も<構>ただで何台もいっぱい止められるそういうのも解消してますね、うん、ただまあ一般的にその飲食店でいうと、うん、あ,のあの3階のあの場所はちょっと分かりにくいそう,そうで,す、はい、でもまたそれがさまた逆であのなんていうの穴場軸でいいんですよ、うん、まさにそうですねも,う,もう,ゆうみさん分かってらっしゃる <laughs> <その S 1> いやだってちょっと分かりにくいんですよ そうそう入り口がなもうちょっとさあのなんていうの扉がね自動ドアじゃなくて冊子じゃなくて格子とかだったらいいなと思うんですよ、はい、あのあのセンターの入り口ですかセンターの入り口あのその3階上がってから読みたから入るところのトイレの横の最初、はい、のドアスライド、はい、あそこ冊子になってるんですけどアルミ冊子でそうですねあそこがねもうちょっとね和,和風っぽい作りだったら<ー>雰囲気あるなと思って。 ちょっと J、JA、の管理事務所にこれ言ってみます、あそこをちょっと装飾させてもらえないかということでそっかそこも許可取らないとでできないですね結構厳しいんですよ、<laughs> 実はそれもあって作りきれてない部分も多いんですけど <laughs> なるほどねでも、今その、まあ、感染症対策とかいろいろ下がっている中で実際、改装したりとかも、うん、結構ポジティブにできる状況にはなっているので。うん チャンスなちょっとそうですね。ちょっとうまいこと絡めて、<laughs> ちょっと話できたらいいですね。いや皆さんあの場所いいっすよ。ぜひ。ちょっとわかるねえー、今の場所は車の心配もないしないないでいいし穴場みたいですきっと、うん、ナッティさんそうなんですよ。みんなそうなんです。ありがとうございます。これ理解してくれてるようなお客様本当にありがたいと思ってます。場所わからんと送る方も今ったりする。そうですね。<多分 S 2> 場所わからないぐらいでここ本当にここここでいいの <laughs> っていう感じであ見つけた。 <laughs> で、大丈夫、この店なんか、なんかねあの、ラメさんっていう感じのところから入る梅つけ麺なんで、うんうん、<laughs> これはもう、どーんとこう、ね、<あ>いいそうだ、違うよ、今ね、梅つけ麺の話は、振りでやってね、まあ、本題の話をしないといけないけど、お酒の話<あ>えー、追客の皆さん、ゲストさん、FMG のスタッフさん、日みこんばんはっていうのは、こうちゃん、横浜って書いてるじゃないですか、はいこの方は、ひふみずばのスポンサーさんで、横浜にある、アートバブ164っていう、ば 一<お>回はあのライブハウスみたいなライブもできるお店の店長さんすごーい、うん、行ってみたいですねあもうぜひ今度横浜行くきははいぜひお勧めてくださいはい行きますコウ、はい、ちゃん今お店いないんだっけまあそんなことよりも BGM がね、えー、っとうまくいかなかったんでもう一回最初からかけましょうねそうこれがねリピートアフターオッケー BGM それでいきますさあ皮ミ水バ、えー、バッカスのこぼれ話いきますよ、えー、今夜のバッカスのこぼれ話はみんなもよく知る そのみんなもよく知る <laughs> すいません <laughs> もっと強くパンってやっていいです,ですかはい、えー、どこだっけみんなもよく知るその梅を使った梅酒の話を一つ話させてください <laughs>、えー、梅酒とは一般的に6月頃に収穫される青梅を蒸留酒 とか、えー、例えばホワイトリカーとか焼酎、うん、ブランデーが一般的にに挙げられますが蒸留酒に漬け込むことで作られる混成種類の一種だそうですお酒も飲まれますよねもうもちろんです大好きですよ <laughs>、はい、何が好きですか梅酒も好きですよさすがだなここでビールって言わないところ大好き歴史的には江戸時代の元禄期に著された、えー これ、ね、本、えっ、ー、と、本朝食館。で、朝の、あ、ほ、ブックの本ですね。本に、朝、朝飯の朝食に、図鑑の館、えー。本朝食館に作り方が、記載されていて。1 9百、千九百九年発行の時点、辞典近代日本の先駆者たちという。著書には、え、う梅酒と桃酒。内地に桃酒ってあるんですか。い聞いたことあります。ちょっと聞いたこと、聞いたことあります。いや、ないんですよ。 いですね、あじゃあこれあっちだ広島の方だっていうのは今こっちから広島が出てくるんですけど、うん、このという著書には梅酒と桃酒は1912年頃広島県、えー、鴨郡竹原町に住む米原嘉吉、えー、さんによって作られたのが始まりと書かれているそうです。うん、もうう歴史上そこからスタートっていうのが 文書にあるっていうのがこ,こからなんですね<ー>、えー、家庭でも容易に作られることから古来より民間で健康に良い酒として親しまれていましたが、えー、基本的には日本では酒税法の規定によって種類の製造には免許が必要で水以外のものを混ぜることも種類を製造したものとみなされているので出荷すると酒税を納める必要があるということです、うんえー、ちなみにご家庭での作り方としては 梅の実1キロに対して砂糖0.2から1キロこれ0.2から1キロって相当幅があります結構入りますよねそれでその糖分の味が変わるんでしょうねでホワイトリカーを1.8リットル程度の割合で、えー、混合して寝かせます、えー、この時梅の実はよく洗って念入りに水気を拭き時々ひっくり返しながら半日くらい沖縄では半日くらい 湿度が高いので内地では1時間ぐらいって言われてるんですけど雑菌をこあの繁殖させないために天秤に当てる1時間ぐらいでいいそうです<ー>え半日ぐらい干して清潔な瓶に梅と氷砂糖を交互に詰めて最後は梅が浮かないように最後は、えー、氷砂糖が上になるように乗せてください最後にろれると梅が浮くらしいんです これにゆっくりと酒を注いで、えー、密煎し練塩所で保存するちなみに砂糖は一般的に氷砂糖が使われていますが、えー、蜂蜜黒糖砂糖なども使用されているそうですただしこれらの糖類は、えー、氷砂糖に比べて溶けるのが早いのでこまめに加くはとかしないといけないらしいです、はあ、あとはあの次足したから少しずつ足していく なぜかというとちなみに砂糖は一般的に氷砂糖が使われていますが、えー、蜂蜜黒糖果糖なども使用されているこれらの糖類は氷砂糖に比べて溶けるのが早いのでこまめに加工しないといけないらしいです、えー、長期間漬け込むことでコクが出るとされ10年以上熟成されたものの存在するそうですが方向度を調べたら2年目の梅酒が 梅酒の人気が一番高かったという研究もあるそうですおおこの熟成度合いが,合いがちょうどいいんですかね、はい、ということで皆さん八連の梅漬け麺をはじめ他の人気商品をそれぞれの店舗で楽しんでいただいて家に帰ってご自分で漬けた梅酒で一杯なんてのもいかがでしょうか間違いない,ということで以上いい、ね、バッカスのこぼれ話でしたよいやいいですか僕 ちょっとだから梅つけ麺が人気なンまン、まあ、なんで、うん、う梅農園とかや、うんばるとかでやって、うん、梅尽くしの,そのカフェみたいなやって梅つけ麺も食べれる<ー>梅ゼリーとか梅酒とか梅専門店梅専門店とかって沖縄ないなと思ってないですねこれ農園もセットでやったらハチ、うん、の名前もまあ梅つけ麺有名なんで。うん そこまで考えてるんですか。そうちょっと本当本気で考えてるんですよ。らしいですよ皆さん。あこれ聞こえてるんですか。聞こえてます。あごめんなさい。はい。追加するのってます全部。ごめんなさい。音楽流れてるから。音楽のゴンゴンに被ってるんで聞き取りにくいはずですけど聞こえてます。ごめんなさい。全然マイク意識してなかったです。うん。アートギャラリースペースアートバブーさん。 いいですね。今だ、今だ水のものえー、皮膚水バーでございます。今夜のゲストさんはメンヤ八連のオーナー稲垣さんです。 よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。えー、今ちょっと BGM の後ろで喋ってたのをもう一度喋ってもらっていいですか。いいんですか。梅はい、もうそうですはい。あのまあ八連通して、ええ、まあラーメン屋でやってるんですけど、一番人気が梅漬け麺ということで、はい、あのちょっと僕想像を働かせててですね、うん。そういえば県産の梅ってあんまり聞いたことないんじゃないかなとこれがあるんですかね。 一応農家さんんいるですよじゃあただ台湾の梅っいうことでちょっと小さめの梅が流行ってるらしいですただやっぱ流通するぐらい多くは栽培してなくて趣味程度そうですね趣味とか個人程度家族とか親戚程度の多分量しか栽培されてないみたいなんですよねでまあねそれこそ酸っぱいマンとかねいろんなのがある中でこれ梅農園と 梅とかを梅の農園ああいったものをもし沖縄でやったら面白いんじゃないかなっていう企画もちょっとあったりするんですよね。でやりながら梅の梅つけ麺もだしのそう,、ねね、そうですね自家製梅で梅つけ麺からもちろんさ,あのさっき、ね、あの話題に上がった梅酒を、うん、う作ってそこにカフェがあったらそこで出して食べれるとか。 デザートとかそうですねで梅,梅そのあやなりさんが梅ジャムおいしいよねってあー梅ジャムもいいですね、まあ、いいですねこれどこナッティさんは梅ピザって書いてありますよ梅ピザってあるのは<う> <laughs> 初めて来ましたね合わないこともないのかうんおいしそうですねええ そう意外と梅,の梅を使った商品って結構いろいろある中で、うん、これ沖縄でこれ手がけられたら僕らの梅つけ麺も相乗効果でもちろんいいですしそういったことも今、ねあのまあ、ラメあラーメンも今、株式会社ということであそうなんですね、はい、あの法人化してるのでちょっと真面目な話になってますけど。 ちょっとそういう展開も考えてもいいんじゃないかなということでなるほどそのためにはどうしてもやっぱり仲間が必要ということですよね仲間が必要なんですよ僕本当にありがとうございますそうですねずっとずっと僕の話ばかりですいませんいえいえ仲間必要ですあいなりさんチーズと梅って結構合うんだよねチーズと梅ちょっとこれもちょっとあの押さえてくださいよ はいえー、どっかの店か当梅ピザ美味しかった、あの梅あの和食のピザがあるじゃないですかのりがのってたりとか、あの感覚で例えば今梅、梅ピザで浮かんだのがあのお茶漬けなんですよ、僕、今頭に浮かんだのが、お茶漬けの具ってピザに合うのかなってちょっと思った。<laughs> お茶漬けの元かけても美味しいかもしれない。<laughs> <laughs> かもしれないです。ただあのなんてあだしのカリウがあるじゃないですか。あれちょっと固ゆかな。あそうですね。あれちょっと溶かしか。溶すか溶かすか何かお酢入てからできたらいいなと思います。<laughs> はい、でも美味しいと思います。<laughs> えー、えーえー。今日アマゾンから2リットルの梅酒と柚子酒が届あ柚子酒。 やっぱりユズな沖縄の人飲まないな聞かないですねゆずもいいですねでもこうちゃん、えー、横浜中華街ですただいま2階3階のゲストハウスは閉鎖していてアートギャラリースペースにしてます横浜中華街会話に来るときはぜひ来てくださいということですね、はい、行きますうまそう 1, 1> ち,ょち,ょちょっとちょっとあとでまた教えてくださいぜひあきさん石垣島の制服酒造さんも黒糖で梅酒作ってましたよということでそうなんですね梅漬け麺食べてこくだけないし家系苦手で <laughs> 最近ね家系が有名でですすからねねそうですね家系といえばもう本当においし,、うん、おい,しい僕も、はい、よく食べに行きますがそうですねさあ本題に行きましょうかそろそろお願いします、はい、今日は、あのー、稲垣さんをお呼びする上で、あのー、番組のテーマをじゃあ何にしましょうかって話した時に、えー、じゃあ何を ここで話したあのこ告知だったりあの思いだったりっていうのを聞くんですけど僕はあの稲垣さんの,そのラーメンにたどりつくまで聞きたかったのでさっきあの一部というか9時台でその話をあの受けてきたので半年で、えー、と修行して丸吉で、はい、自身のお店を読み谷に出して。 そこ、ね、から梅漬け麺がヒットして、うん、あの有名店の,の仲間入りというか実際そうですよね、まあ、で,でテレビにも取り上げられて、まあ、まあそうですねまあ時間はかかってますけどねそれが十何年か前になるってことなんですねそうですね2009年に開業してるのでその年に梅漬け麺 いやまあその年ないです。それまではどれくらい？本当に最初はあのスケメとラーメンと鶏飯っていうあの炊き込みご飯があってっていうもう鶏飯もいそうで鶏飯って今メニューあります？今ないです。ないですよね。そうちょっとちょっとちょっと作るのにちょっと手間かかるか汗でちょっとやっぱりあのなんかスキルが必要ななんかねなんかちょっとしたことで変わったりするから、べちゃべちゃになったりするから。 安定なの<ー>安定なの味を出すと難しいですよ、ね、やっぱりこだわって作らないといけないことが多くなってくるので、うん。なるほど まあまあ僕が全部やるんだったらいいんですけど、うんまあ、今は、ねね、やっぱりね、そうです、それもありますし、うん、やっぱり、うん、やっぱりは、もう今は、今の時代というか、うん、こう働きやすい環境ですとか、そういうこともちゃんと考えていかないといけないね、うん、っていうところもあす、ね、を考えて、株式会社にもして、そうですね、株式会社8年。はい

インスタグラムだイインンススタタググララムムなかっっった今おととチェックしてください皆さんフォローしたら踊ってる彼がいるんであそう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 すごいんですよあの宣伝効果がいやでもあれ今までなかったから楽しいですよおあ、いいですねお客さんからすると明るいお店なんだなって雰囲気が気軽で入れる雰囲気っていうのが分かれば中にはねラーメンをこねて食べれってってちょっと厳しいお店があったりするじゃないですか <laughs> 沖縄ではなかなか聞かないんですけど内地とかにはねありますだからちょっとあの何て言うんですかちょっと怖い知らないお店ってなかなか入りづらかったりーラーメン屋ってどんなんですか常連さんが結構多いような感じがして一元で入りにくいっていうのも実際あるんですよね、うん。<laughs> なるほどそういう、うん、まあお店も多いですし実際それで行ってるっていうお店も多いのでですけど、まあ、僕の場合はせなんどっちかというともう女性客も多いというちょっと破天荒といいますかなかなかないようなスタイルの,その客層も含めて梅、うん、付け麺という,そう,いう、ねまあ、人気メニューがまあちょっと特殊だっていうのもあるんですけどもそういう。 っていうのも、あるっていう感じですかね。あとは、音楽活動も、やられてるじゃないですか。<laughs> <laughs> 趣味。そうですね。このオープニングテーマも、ちょっとさっき聞いてびっくりして、<laughs> あ。すみません。ありがとうございます。いや、もう、あれ、あの、あれんですよ。ひふみずばの、あの、もう一回書きましょうか。<laughs> ちょっと B. G. M. で。<laughs> あの、この曲。<れ>この曲は、あまりツイキャスでは聞けないんですけど。これ、稲垣さん作ってるんですよね。これ、僕が、あの、トラックの編集をして。うん、えっと。 ラジオ、エル,マエルマノっていうまた、こっち FM さ、うん f f でもね、月曜日です、月曜日やってるラジオ番組での,あの彼らが、エルマノっていうグループが、うん、あの歌ってるんですよね、僕はトラックを編集するというところで、これをだから作っていただいて、ずっと番組のジングルに使って、他の番組では、例えば、h i f 何時から放送何曜日何時から放送してますみたいな。 あの告知の c. M. があるんです番組の、はい。あれは僕の番組、これだけしか投げて、流してないんです。 だから BGM 的にずっと、FM ギドワンでずっとかかってます、まあ、もうランダムで毎日、朝から晩まで。ちょっとまたちょ、もうちょっと、ちょっと次の曲とかもいっていいですけどね、ぜひ、ぜひ、はいそ,ね、それと、番組のコマーシャル <laughs> スポンサーさんのコマーシャルも、20秒 CM 作ったら音,音差し替えますよって、話して僕、そ,う<も>僕それ、もう2年ぐらい、それで <laughs> <laughs> あの、やります、やりますって言ってるんですけどすんみんな忙しいんですよ、社長さん。 いや実際、全財の富士屋さん、スポンサーさんで、はいはい、CM ないんですよ、なんでかって言ったら、<ー>持ってくるよって言って、もう4年になる、社長よ、皆さん、し忙しいんですよ、それでスポンサー料いただけるんだったらなくてもいいかな <laughs> 私やって。<laughs> <laughs> いやでも実際、音作ってもらったらもうこっちパソコンでパッって差し替えするの簡単なので,、はい、で完成したの持ち込んでいただけたらそこにあの季節ごとにとか新メニューできたときにまたその音源で作ってデータで送ってもらえればこっちの足を運ぶことなく差し替えがでできるの今、本当にでも音楽がまあ多趣味なんですけど音楽に関しては。 ちょっとこうだいぶお休みはしてないですよ。ただあのなんかちょっと狭いですねこの中のキャパがもうでもそのそのえそのそのつながりでいらっしゃってるお客様もやっぱりいらっしゃるでしょ。もちろんですね。はい音楽つながりでの仲間もとっても多いので、はいそれはもうあの大切な仲間だし。まあなんならまあ遊びの仲間。 まあ仲間をこえまあ友達というかですねはいまあその辺のカテゴリーもまあちょっと僕は僕の中で考えてきた仲間っていうテーマがあるんですけどちょっと考えてじゃあ稲垣さんのテーマの仲間っていうのはどんな感じなんですかそれがですね僕逆に根拠ここのこの回ではひうみさんに聞きたいなと思ったんですよ実は仲間そうなんですよ仲間って なあのいやっていうのはですよごめんなさい僕の話になっちゃうんですけど僕一人ああなるほど。でやっぱりずっと若い頃はそれでねまあちゃんちゃらちゃんちゃらやってきたんですけどこうやって社会に出た時にやっぱり仕事仲間だったり音楽仲間だったりそういった仲間っていうものができた時にですね あの、その、ちょっと、その、劣等感じゃないですけど。はい、この、やりとりがうまくできない、うん。意識してしまうんですね。そう、変に意識しすぎちゃってる自分もいるんですけど。そう、そういったので、あのー、あの、まあ、悩む、悩む。そう実際悩んだりもするんですよね。そう、だから、そういった意味では、これ仲間って。 どうういったもんなんなだろうっていうことで仲間か <laughs> 僕の中での仲間、うん、僕はカテゴリーがいくつもあって、はい、例えばラジオリスナーさんの仲間とか、はい、仕事仲間、はい、やっぱりあのたあのいろんな趣味とか仕事の仲間って、うんうん、リンクする人もいればしない方もいるじゃないですか。 一番大きなこのラジオリスナーさんとの仲間が多くてうんこれすごいですよね、このツイキャスもこれだけ盛り上がってて、これはもうみんな仲間ですもんね。その中でもあの細分化していくとジャンルがわ細かく分かれていくみたいな、音楽のジャンルじゃないですけど。 ジャジーな曲もあればチルな曲もあるみたいな「酒井め何か?」って言われたらちょっとどこと線引けないけどみたいな感じのところがあってラジオリスナーさんも FM タ団を聞いてくれてるリスナーさんあとは RBC のリスナーさんもいれば琉球放送 ある沖のリスナーさんもいて<ー> FM 沖縄のリスナーさんもいてみんなそれぞれまたあの番組のリスナーさんとかっても分かれてきたりするので分けるといっぱいあるんですけどす、ね、ひっくるめて僕、ね、リスナー仲間って呼んで、はい仲間僕の中ではさっきあいな,、えー、なりさんかはさ離れていても支え合ってるのが仲間かなっていうのがあるんですけど、あのー、離れていても支え合ってるのが仲間かなこれはいい仲間ですね。うん、心の、あのー、僕の中に 稲垣さんんがいればもう仲間なんです僕はこのスポンサーさんも僕のそういう意味ではあの会社組織だったりあの地位とかも無視していえばみんな仲間なんですよなので例えば「ひふみずば」って僕番組させてもらってますけどスポンサーさんが今17社あるんですけど皆さんそれぞれ僕仲間なんですよだからえっと僕それは僕の中に稲垣さんがいるだけであって稲垣さんの中に僕がいるかどうか っていいうのは僕関係ないそれは変ない、な冷たい言い方かもしれないですけどそちらサイドで判断してくださいっていう感じのところがあって <laughs> あ<ー>だから気にしてないんですよねなかなか稲垣さんさっき意識するって言ったでしょ、うん、僕は意識してないです。 あなるほど、うん、それでいいんですねで僕仲間じゃないと思ってる人はほとんどいないんです、うんうん、ああ仲間と思ってるない人はいない、うん、僕知ってる人みんな仲間だと僕は思ってるので知ってる人はみんな仲間、うん、いいですねだから、あのー、例えば、えー、とよくあるのがリスナーさんでちょっと、あのー、はみ出してくる人たちとかいたりすると、うんはい、僕はちょっと何で,ではみ出してるかっていうのは僕の目線で見えるところを指摘するんですよ あなたこういうところがあるからだよとか、うん、でそれってあのその方の弱みだったり触れてほしくないことだったりする時もあるんですけどストレートに僕は言うんですねでもそれも引っ込めて僕は認めるよと,るよとまあ言える言えるはし行った手前責任取ろうと思うから行ったら面倒見ようとか言ったら絶対この人のことはケアしようとか頭のどっかに置いとこうとか気にしかけるようにしようとか。 し,したいんですけど、記憶障害があるので、いや、でも、そこまでやっぱちゃんと考えて、考えてる気持ちは、ね、気持ちがあるからこそ、ちゃんとその、まあ、仲間に対してあの、まあ、厳しい言い方になるかもしれないけど、そう,そ,うでそうやって言,い言うこと、言い合うことも必要だっていうとことで,、ね、ですね。そうですね いや大事だと思いますよね。仲間ってそうですね。わかるんですよ。大事だってのはごめんなさいね。一人っ子意見なんですけど、大事なのはわかるんですけど、やっぱりその例えば兄弟喧嘩とかもしてきてないんで、このやりとりが難しいんですよね。ぶつかるだけでいいんでしょう。あのぶつかったら極端にあなんかこの人嫌い嫌いなのかなとか嫌いって思われたら嫌だなとかって。 結構深いところまで考えてしまってるんですよ、<あ>もうやる前からああ。わ <laughs> <laughs> かりますそう,そういうのもわかります。逆の立場で考えたときに、はい、ぶっちゃけて、俺、こうじゃないと思うよって言ってくれる言われると響くじゃないですか。うん なんていうのただ、ただ嫌いだからお前のこと嫌いだから俺はお前のこと嫌いで言ってるではなくてその言葉って分かるじゃないですかああ俺のことを思って言ってるんだなってそれって言い方とかどういうふうに伝えようかっていうのを考えると伝わらないんですよね。もうそういうういいいの抜きでどうなってもいい 俺の気持ちはこうだから、うん、お前の俺はお前に対してこう持ってるんだよっていうのだけストレートドンって言えば、言葉もいらないんですよ、多分こうたぶのストレートの言葉だけを残せば<ー>で、そこで考えてそのそ、その後続けてお付き合いを続けたいんだったら、自分の方からアクションするべきだと思います、思、うんね、ほったらかしではなくて、そうですね、ごめん、こんねって、この間言ったけど、通じてるかなとか、返事なくても僕は LINE し,しまくります。あそれ さっきのちょっとぐるっと話戻るんですけど沖縄の,その方たちってそういうところも多いかもしれないですねあこれ地域性あるんですかねなんかやっぱりあなんかあのすごいトントンって言ってくれるんですよ、うん、でもちゃんとその後しっかりフォローもしてくれてるんですよねだから総合的に見て優しいあったかいって思うんですよあ,あ,れあれですよ、あのー、DVR 人たちと同じ <laughs> きついこと言って優しくする。 いやいやでもそれは例えが悪かったんですけどでそれって魅力の一つであってそのんていうんですかね人って一つの顔だけじゃないじゃないですか稲垣さんが僕知ってる僕の顔って一つじゃなくていろんな面を持ってて優しい面もあればきつい面もあるしわがままのところもあるし。 でもそれ,それを分かった上て人ってかわあの自分が見てたのと違う面を見た時に裏切られるんですよねこう自分の中で勝手に。なるほど普段優しい稲垣さんこんなだと思って違った優しさがありますよね、うんでうん、でそれって逆の立場で考えた時に、うん、思われてるんじゃないかなって思うと疑心暗鬼になったりとか自信なくなったりどうしようって不安になったりするんですけどあありります,ありますでもそれよって考えれば考えるほど。 分からなくなるからいらなくなるんですよ。結局そういうことなんですね。結局考えれば考えてるからダメね。そうそうそう考えると動けなくなるんです。だからあの動けなくなったら動けるまで考えるべきだと思うんです。悩んでられなめもいいんですよ。うん。自分でそれを答え出すか誰かがアクションして答えを教えてくれるか何かのきっかけって絶対あるからぶつかった壁には絶対逃げない悩んで動けなくなればずっとねべきなんです。 もうこんなってもうひふみさんがいろんなことを言ってくれてる時点でもうやっぱり仲間だからこそ言い合えるしまあ仲間がこうやっていろいろ聞いてる中でいろんなこと見すぎそうやって話ができるっていうところがもう仲間思いなやっぱりひふみさんなんだと僕は思うんですよねだって思われたいもん <あー S 2> <laughs> 言っとくけど最終的に言いたいのは僕が一番愛してる自分自身なんですよ なるほど僕は僕は自分を愛してるから人を愛せるんですああいいですね絶対これはね僕誰が何て言うと僕の中ではこれは間違いない自分を愛せない人は誰も愛さないです誰も助けきれないですだから絶対みんなね自分のことを愛さないといけないです自分好きでないとああいいですね否定するところ直さなさんといけないところもいっぱいあります完璧な人間というわけではなくてこの不完全な自分を僕以外が誰も愛せないんですよ うん、なるほど。それができた時に仲間を演じるんです。うん。いや素晴らしいですね。と僕を思ってるんです。仲間を仲間というものの原点は自分の中にあると。そうですね。もう言うたらちょっとごめんなさいなんかまとめに入っちゃってるみたいなわけじゃないですけど、みません。なんかそういうところもねあるのかなと思いますね。かっこいいなあゆみさん。今日かっこいいっすね。メガネだけど。これ <laughs> いやいやいやちょっとコメント読んでもらっていいですか、ツイキャスのほう、いいですね、いや、名言ですよね、真っ白キャラでさん、僕もそう思いましたよ、綾成さんも千葉でのいい仲間がいるけど、沖縄に来てからが本当にいろんな出会いがあって、本当に仲間っている言える人と出会えたと、うん、だから沖縄が大好きなんだよね、うん、僕もそう思います、<ー>はい、僕もそうなの、どっちが MC か分からなくなってきてる、うん。はい <laughs> <laughs> だからなな話し方上手ですよね皆さんね。おお。MC ラジオ向きなんじゃないですか。FM 読みたいんで番組やってくれですか。うん。いや読みたい FM さんあのあのやりたいんですけど。うん。やりたい。やっぱだからちあのあれもあれはあれでまた今度近すぎて。いつでもでいつでもできるかなっていうのもだねありますよね。だから仲間もそうじゃないですかきっと。うん。近すぎていつも一緒にいたりすると。うん。 なんかそれが当たり前になったりもしたらね、なんかまあ、それでね、傷つけたりね、あ後戻りできなくなったりしてる、あだから、決別してる仲間も継続してるんですよ、決別は継続なんですどういういことですかもう、やーとはお前とはできないと、うん、もう縁を切るってなったとするじゃないですか、はい、なっても仲間という意識があれば、いつでも戻れるんですよ。 結局なんかふっと思い出したりもしますしね。しますし、ね。相手じゃないですか。うん、どうしてるかなって。そうそう気になるってことはやっぱどっか何かあるんでしょうね。そういうのを思ってるだけで相手に伝わるって伝わらないとは別で自分の中でそれを認めるんですよ。うんうん、なるほど。あいつと縁切ったけどあ俺は好きなんだなっ彼のいこういうところが好きなんだなっていうのを自分で認めるとまた。 あの自分の中で深くなっていくので俺は嫌いって言ってたからかあ,あいつのことを認め,認めたらだめなんだと思ったらだめですうん思い出すっていうことは気,気になってるから思い出すから,から自分発信で,で、ね、自分の中でどう捉えるかっていうのを、はい、自分を認めるっていうことがまた大事だなと思い、ね、うんい,いいですね,いいですね離れてても仲間。そう 昨日大変。も,もちょっと読んでいきましょうかいい、ね。もちろんさ、はい、あ、あ違うでしょう。皆さん、違う<え>話がどんどんそれっていってる。<え>じゃあれ、<え> F.M. 技能じゃなくて、あ八連では仲間応募集してるんです。<laughs> <laughs> そうでしょう。<え>話チャートもでもでも大事ですあのこんなって僕がまあ僕のことも話せてるし、うん、であの。 あの今こんなふうにしてるよってのちゃんと伝えてられてるんで、うん、やっぱりこういう気持ちとかに共感してくれてる人とか、うん、まあ今、仕事もなんかあの考えてるとかまあそういう話があれば、うん、もうそこはいつでも,もう大募集してますのでわかりました、うん、こういう方が社長でやってるお店で従業員募集してるんで仕事ない方今、飲食店厳しいと言われてるんですけどぜひ働くなら8連ですよ。<laughs> でなぜかというと、今2店舗だけではないんですよね。今後のあどん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 はい展開を目指していて、うん、あのまあ県内でと、えー、今ねあの、うん、本当あの目標は海外進出なんですよ。台湾でしたっけ？<ー>アメリカでしたっけ？アメリカが第一目標になってるんですけど、うん、まあそれもまあ距離的な問題もいろいろあって、台湾でも考えてます。あのタイとか。 フィリピンとかそういったところも考えてはいるんですけどもそういった海外進出をするにあたってまず、こちらで沖縄でできることをコロナもあるので今のタイミングではなのでできることをややってりとチャンスが巡ってきたら海外にも海外で活躍したい皆さん。 試しに行ってみたい方もいい方もぜひと思ううけどなそうですねだからかそうしたら海外研修とか海外視察とかそういったものも含めて仕事になっちゃいますけど海外旅行,旅行っていうかそういうことも絡められるっていうね、うんうん、僕もやっぱりまあ最初に話したように旅行とかも好きなのでそういったことも 考えて。それこそ、あのその沖縄に移住してきた方とかも。やっぱり旅行とかも、やっぱある意味、ね、あの興味があったり、好きだったりするから、移住してきたっていうのもあると思うんですよね。うん、だからそういう意味では、共感できることも、すごい多いのかなって。考えます。はい、私はタイに行きたいです。その、そのために働かないといけないですよ。だから。あやなさん。こっちで働いてくださいよ。でも。あやなりさん。はい。 だないだそ原もう話が合うことしかないねナッティさんは沖縄市にも8年3号店作ってください、ねうん、ああ、えー、そうこれごめんなさいさっきも言ってくれてましたねありがとうございます、うんえー、そう沖縄市もあの視野に入ってますおおですで,ですってよ、はい、結構ね沖縄市、あのー、あ,ありますよねその有名店じゃないけどそうなんですよラーメン屋さんももう多いので思い出した 2号店出したの前に僕に、裏添いで店出す話してましたよね。 そうもう相談して相談しまくってたんですよあの時もやってましたよどっか2号店出したいけどどっかないかって話してたんですけど、はい、うもう一二三さんだったらどっか知ってるかなと思っていや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 、まあ、でも本当にもうあの時はでも何が何でもやり,やりたいって、まあ、今でもそうですけどね、あのー、そんなって考えてたんでおっ あやなりさん仕事くれって来てますよ、うん、やるよーっ,っていやいや,いやか彼女はあのえっとマッサージ師なんですよあマッサージ師出張マッサージもしてるんですよああじゃあ全然大丈夫じゃないですか、はい、私明日は浦せで見すぎます、はい、え今 <laughs> <い>求人やってるのね <laughs>、うん、那覇なんでね あなかなか,なか、うん、でも那覇も店舗考えてるんですよ、あもうぜひ、はい、もう本当にそういうですね、もうもタイミングですよね、今、この時期では進展出すのには、ちょっとねあの、お金かかることは、資金的にちょっとあの協力してくれる方が、期間が今、厳しいはずなので。 うん、そうですねただ僕の場合はあの株式になって法人化しているので、うん、まあ信頼性が高くなってるんですよ、うん、結構、銀行さんとそうです、ね、結構逆にお手伝いさせてあのいただけたらなんていう声も、あのーはい、来ているのであとは本当にそれこそ仲間。<laughs> 仲間が人が,、ね、人がいればっていうところでその盛り上げて一緒に盛り上げて楽しめる仲間っていうところがいたら僕はいいなと思ってるんですよねうん、うん、いやーもうこのね稲垣さんの熱いもの誰か飛び込んでくださいよぜひ、ねまあ、僕がこの番組でどれだけ僕の魅力を伝えられてるかってい,のはいやもう全然伝わってますよ <laughs> やっぱそこも大事だなと思って来てはいたんですけど、ええ、なんか、ええ、なんかなんか藤井さんがかっこよすぎても何ですか <laughs> ずっと僕なんかそうだよなすごいなと思いながら聞いてるっていう感じで <laughs> いや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 、あのー、仲間って本当に大事なのでぜひ皆さん、あのー、稲垣さんの仲間になってください、うん、メール来てるんでメールいきますよえー、っとマスター稲垣さんこんばんはこんばんばは、えー、埼玉の蜂蜜一家ですイェイ、えー、テーマ仲間中学生までの仲間と大人になってからの仲間って内容が違いますよね

いろああんな経験を積んでからできた仲間なので仲間に加わってから打ち解けやすくて楽しい。あ,あ待ってよ大人あ内容が違いますよねと中学,あの中学生学生までと大人になってから違うとう特に大人になってからできた仲間って楽しいいろいろな経験を積んでからできた仲間なので仲間に加わってから打ち解けやすくて楽しい楽です。 また会わなければ仲間に加わらないしそんな中ネットで仲間を探し,、えー、探して集めたりすると大変以前友達と立ち上げた男女混合バレーボールチームー男女混合バレーボールチームこの方もずっと学生の頃バレーボールやってて<ー>スラッとしてです調子んでいいんですよ人を集めるためにネットで募集しましたバレーボール好きが集まると思いきやほとんどが難波目的 出会,出会い目的で集まってきてその後そのチームを立ち上げた友達とともに離れまた新しいチームを立ち上げました、うん、で今のチームはネットでは募集せず人のつながりで集めたチームでこの2月で8年経ちますすごい長いじゃないですか趣味のバレーチームで8年ってなかなか珍しいですよね,そそうですよねネットで集めてからうん ネットでは募集したのはもうそのあとでやめて口コミで口コミで人のつながりで集めたチームは今8年持ってる人のつながりで集めたっていうのはやっぱり大事ですね気心が知れた仲間が連れてくるバレーボール好きなのでいい仲間が揃って楽しく温かいチームですあラジオもラジオも仲間がいて楽しいラジオ生活してますということでそうあのはちつ一家さんもねラジオ仲間なんです僕の。 いいですね。うん、ラジオ仲間。ラジオこんな話しなんかこれ、まあ、メール以降 <laughs> 話 <laughs> ちょっとだけ話しましょうか。<laughs> はい。ラジオ沖縄さんであのー、昔ですよ石垣にいる若いお母さんの子供が小学校六年生の女の子が濃厚接になった。 あ若いのにうん娘さんが脳梗塞なった彼女はあの沖縄本当に身寄りも司令もいないのにこの那覇の子ども病院に子供を連れてきて<ー>泊まり込みでやるんですけど、うんはい、泊まり込みって病院に寝泊まりできないんでアパート探すすんでよあそうなんですね付き添いのお母さん、うん、離島から来ると、はい、で今はケアする人たちのボランティアがあったりとかして何て言うんですかななん完璧ではないですけど、うん、あったりするらしいんですけど当時そういうのもなくて、はいはい、でその 辛さを番組に投稿したんです<ー>ラジオ沖縄の,のミイカさんの「チャットステーション」っていう番組にでミイカーがそれを読んだらあのリスナーさんたちが経済的にもちょっと厳しいだろうということで<ー>自然とお金を集めたんです何名かが。お<ー>何名かのグループであじゃあこの人に送円を贈ろうって,ってみんなでちょっとお金集めてでそ,の<ー>そ,それがそれをきっかけにちょっと。あの 仲間,仲間意識じゃないですけどこのリスナー仲間であの少しのちょっとしたムーブメントになって<ー>彼女にみんな匿名でお,くお金を送ったんですよ彼女はそれがもうありがたくてこなです,、ね、こ話です僕泣きそうなるんですけどいや僕もそうですねもう心温まると同時にそっからこの彼女はもうリスナー仲間として子供の面倒を見て。 あの、その当時、あの経済的にもそうですけど、とっても気持ちが救われたって言って。やったんです。あっちいう話があって。いや、本当に気持ちだけではなく、やっぱりそのラジ、ラジオを通じて、こういう。なんですか、電波とか、こういったね、あの公共放送っていうんですか。こういうのを通じて、横のつながりが。はい、横のつながり、人のつながりを、えま助け合いも含めて、そういうことができるっていうのは。まさにこういう、まあね、コミュニティの、そう、そう。あれですよね。そうですよね。 ラジオのリスナーっていう、うんうん、でその時にリスナーだったある女性が音楽活動を本格的にやり始めた年ではい、はい、そのアーティストがこの曲この,この話を元に作った曲が「ILOVE!RADIO」っていう曲で f m y g i n で去年まであえ去年か去年まで番組やってた r e テ t y っていうグループがいてそのたけちゃんっていう子が作った曲があるんですよ「ILOVE!RADIO」って。 顔もわからないリスナー仲間みたいな歌,い歌詞があってそれってその時のことを歌っててでそれで横のつながりがあるっていう「ILOVE ラジオ」っていう曲を作ってもうこれはもうラジオ沖縄のリスナーさんにはもう魂の曲なんですよ魂ですねだそういうこともあってだあのその仲間ってあのし直接会わなくても横のつながりって気持ちでつながっていくんでそうですね大事だなと思いますそういうこともありましたい,いい話ですねのダンスターさん

住んでる地域、年齢、性別、職業など、全くこんな異なる環境で聞いているんですよ。それがラジオリスナーというつながりだけで、えー、仲間になるって素敵だと思います。もしラジオを聞いてなかったら、ここまでの交流はなかったのではないかと思います。コハグロのアッシャさん、僕のことですね。アッシャさ全然似てない。もしラジオリスナーでなかった場合、場合今の生活はあったと思いますかいや、ない。 絶対僕はここでてラジオ喋ってない。うんどうなってたんだろう。そして稲垣さん、はい休憩時間にお店で寝ていたところは見たことありますよ。はい、<laughs> ありがとうございます。<laughs> やっぱり休憩があるからこそ<み>、ね、働ける。ける <laughs> 遊べる。あ違う。<laughs> <laughs> 読谷たへお邪魔した時はぜひいただきたいですねと。 いうことですよ。よろしくお願いします。この方もラジオを通じてラジオ沖なあラジオ沖縄のラジオリスナーさんと友達になっていろんな交流をしてるんですよ。ああ大すごいですね。でそのその流れで F.M. 岐阜まで番組持ってて。あすごい。それも愛知県から生放送で。 つないでやってるんです。まあ、毎<週>そんなこともできるんですね。自宅の、自宅の。え、しかも、自宅。自宅、自宅からスタジオみたい、あ、自宅に、だ、一間を。なんか、なんかスタ、なんとかスタジオみたいな、名前つけて、そこから生配信してるんですよ。すごい。 すごいです。ダン,スダンサー。ダンサーズスタジオです。<laughs> <来た> <laughs> はい、すみません、ありがとうございます。すごい踊りの、えー、踊るところじゃないですか、もう前の。<laughs> <laughs> えあの、あれですよね、稲垣さんの娘さんたち、ダンスやってたじゃないですか。続けてます、えー、娘はあの息子ですかあ息子さんでした。ダンスやってるって言ってた。 ぼ僕がどっちかっていってやってました榎並さんが今はですね、うん、もう休憩中です <laughs> 忙しくて <laughs> いやいややりたいんですけどね、うん、体を動かすのはとてもいいことなんであーでも今40ギリギリまだ動けるんですよ50なんてきついっすよ <laughs> <laughs> マジでちょっとでもちょっとでもエクササイズなんかやった方が楽しいですね、うん、最近だから僕太ったんで今ね<あ>あの16時間食事制限して 一日一食を三日目ぐらいなんですけど一キロ落ちました。今きついですねだ。今今日ぐらいからね三日目ぐらいなんで我慢ができてるのでこのままちょっとファスティングに入れそうなんですよ。いいですね。ちょっとちょっとあの無理しないようにやってみようかなと思ってます。いいと思います。入隊皮膚ミーさんラジオに出るのが有名なラントです。この方もナイツのリスナーさんで皮膚ミズバーに今出る話を今進めてます。ゲストさんとして。楽しいですよ。その マンボウとかいろいろ問題があるので、今予定している日程で来れるかどうかっていうのがちょっと。まだ、あの、クエスチョンな段階なんですけど、沖縄来たらぜひ番組出てもらおうと思ってますよ。楽しいです。えー、ファミマの店員さん、こんばんは。読谷、地元、好きです。あ、読谷出身だっけ。ファミマの店員さんはね、ファイルリーグートの店員さんだったんですよ。この番組、ラジオネームを使ってた頃は。おお<ー>。今違う仕事もしてて、違うところに住んでるんですよ <laughs>。 ないち8連人気なの知ってますでも東京,在住あ東,京東京都在住でまだ食べてますん、ね、沖縄来たらぜひ食べに来てください<非>、えー、稲垣さん友達になってくださいって言ってくださいそうですね <laughs> 本当に、はいね、もう友達募集中です友,達の友達という仲間もねどこにいるんですか出たいですはいはいひふみさんラジオに出るのがあの夢のラントレですラントです、えー、マスターミキサーのキャンキャンさんゲストの稲垣さんこんばんは こんはん愛知県から失礼します。テーマ仲間ということ、仲間、何があるんだろう。今は沖縄のローカルヒーローが好きなのでファンの方々が仲間だしあとは謎解きが大好きなんですが一人でできないので謎解きする仲間もたくさんいます。なんか久しぶりにメールしたけどこんな感じでいいのかなもう全然こんな感じででいいですよ、うん、ああ、沖縄に行きたい、えー、麺屋八連に行きたい、ひふみーさんに会いたい、沖縄にそろそろ移住しようかなと。 ああもう移住してください、フェイスブックの沖縄移住計画探してください、グループ。ああも,うもう僕、参加しましたね、参加しました<笑><笑>、はい、はい、もうちょ超興味あります、本当にね、善は急げと言わないですけどね、うん、とまでは言えないですけど、ね、やっぱり移住するっていうのも、まあ、ある程度し、決断は必要ですけど、もうお勧すすめですよ、沖縄は本当に。うん、あの何かするときって、勢いって大事なんですよね。 確かにそうですね移住もそうだし結婚もそうだし企業もそうだし環境を変える時ってあの、人ってできない理由を考えるからあの自分の中でやりたいこともなんかできなかったりとかってみんなそういう思いがあるんですよねぜひね断ち切ってねやってもらいたいなと思いますよそうですもう時間なんで最後のメールいきますよえもう時間 あとあと,3分であとですよあとこれメールの後にあのあの最後に告知お願いするので喋ること考えて店の宣伝とか募集とかいろいろ準備してくださいよ最後にあの皮みずば締めのメール来てるので皆さんお聞きください <laughs> はーいチャリンチャリンチャリン皮膚みました僕ギマですよ今日もばっちりオーバーきもばっちりバーオープンしていますねそして 稲垣さんの目の前にいる皮膚みさん誰かに似てないですか誰かって言っても動物ですよ大きい馬じらの顔してないですかもう稲垣さんも言ったらいいですよ皮膚みさんって大きい馬じらしてますね「順に順によ」って言ったらいいですよもう有名ですよあのリスナーさんの馬じらしている人よわかるねって言ったらもうすぐよあの牛乳は大きい馬じらの皮膚みさんでしょってわかるよはあさ 僕が初めて牛乳、屋のひふみさんを車、車で、ひふさんが車を運転してるのを見た、見た時。はーさみよな、あきさみような,ようなって笑いながら、二度見したくらいですよ。じゅんに、じゅんによいや、死なすよや。<laughs> <laughs> なんてことやろ。<laughs> <laughs> ワンゲージられてるアス。は <laughs> あ。ああこういうことを、言い合えるのも、仲間だからこそ。 そうです、ね。この人仲間じゃないですか。さあさあ仲間です。祇島 <laughs> いつもありがとうね。はい。えー、さあそろそろひふみずば閉店の時間も迫ってきてるんですけど、こあのいなけさん最後に告知を<あ>よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。お時間を取らせていただきまして、えー、と告知という告知も実はあんまり考えてきてはいないんですけれども。はい まあ先ほどもちょっとねあのお話しさせてもらったとまり会社としてまずあのそうですね店舗展開えまあ海外展開までを見せておりますのでうんまあ本当にね今日のテーマである仲間ということに対してはもう本当に僕よりも。その あの今その現場に立ってもらってるスタッフたちが本当にいい仲間だと思うのでだからこう,まあこういった仲間たちと一緒にまあ僕もあの一人の仲間としてね一緒にあの働けたりまあいろんな楽しみとかもあの一緒にやっていけたらあの本当にいいねあの将来であの盛り上がっていけるんじゃないかというところで考えてますのではいお店の方は一つ かわいがってやってください、はい、お願いします。はいということです、えー、皆さん、ぜひ、メンー8連、あのー、株式会社8連、10募集してますので、ぜひあの問い合わせからね、どんな感じなのかなって、まずは店行って、お店の雰囲気見てくださいあの、みんな楽しそうに働いてる仲間が見れますので、楽しそうですよね。<laughs> あ、もうそうですね。もうあのぼ僕なんかもうあの踊っ,踊っちゃって、それこそさっきのあのダンススタジオさんじゃないですけど、<laughs> うん、もう踊っちゃって踊っちゃってる感じになっちゃってるんであれなんですけど、はい、<laughs> ぜひ皆さん、はい、あの目8段よろしくお願いします。ということで、皮膚水場、そろそろ閉店の時間です。来週もまたよろしくお願いします。稲垣さん、今日どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。また来店のご来店お待ちしてます。ありがとうございます。 さあこのまま番組はエンディングまでいくか,かと思いますけど、えー、ありがとうございましたありがとうございました、はい、話伝えたいこと伝わりましたかね全部言えましたかね大丈夫です伝えたいことは、うん、あの今日はあんまり持ってなかったですから、うん、<laughs> でも今日は本当にいい話聞けたんであすいませんやそんなこと言っていえい、ー、えは、ー、い、まあ、でも皆さんも本当にね仲間ということであ来週の目標行ってみようかなってあ店お休みは今、うん 月曜日と技能は月火なんで月火技能です読みたんは読みた、うんみは月曜日ですね月曜日じゃあどっちも月曜日は休みですぜひ皆さんチェックしてからあのホームページ見て休みをチェックしてから休みに行ってくださいありがとうございます <laughs> ありがとうございました一旦出ましょうか出てからでしょ。さい<え><私>はいうん、らいの